あなたは僕の名前をつぶやくことができない。なぜなら。ねえ。え、これやっぱ、さっき怪しいなってなった部分あったよね。一個一番上、死の予告を一度も拡散してないから、二日間演劇部に来なかったから、連絡網に電話番号を記入していなかったから。なんで理解してんだお前は。呪いは電話帳で感染していくから。マジか。すごい、そこまで見抜いてるんだ。半年前の事件、江原慶志郎から宮野由紀葉に呪いが感染したのは、江原慶志郎の携帯の電話帳に宮野由紀葉の電話番号が登録されていた。ウイルスじゃん。呪いは死んだ人の電話帳に電話番号が登録されていて、一番身近にいた人物に感染した。そういうことね。え、私がつぶやかれたのは、ユキハさんが死んだ時につぶやかれたのは私の名前だった。だけどユキハさんの携帯電話に私の番号は登録されてないよ。宮野ユキハが死んだ時、一番近くにいて電話帳に登録されていた人物は誰だった？そりゃお兄ちゃんでしょ。それはトール。お兄ちゃん。そう、宮野由紀葉が死んだ時、呪いは吉岡さんのお兄さんを対象に選んだんだ。あ、でもいねえわ。だけど吉岡さんのお兄さんはすでに呪いに感染していた。じゃあ他の人にしようみたいな。感染している最中ならば以前に受けた呪いが優先されるんだと思う。プログラム見てやな。お前呪いによって死んだ時、電話帳に登録されて身近にいたのは江原慶志郎だった。江原慶志郎はすでに呪いに感染していたため、多田愛子から感染するはずだった呪いはそこに吸収されたんだ。なるほどね。だったらユキハさんが死んだ時も一緒じゃない？お兄ちゃんに呪いは感染しようとしたけど吸収されるだけなんじゃ。ごめん、アバスト、ちょうど俺のウイルスソフトが更新された。江原慶志郎とお兄さんで状況が違う点があったんだ。わりわり。それはすでにお兄さんが坂本慶吾を殺して呪いを解いていたということ。ね、呪いを解いていたからなんか吸収されずに拡散されたっていう。吉岡さんのお兄さんに感染しようとしていた呪いが、そもそも解かれた後だったために呪いは行く先を失ったんだ。そこでお兄さんの携帯の電話帳からまた新たな対象者を選ぶことになった。その時一番近くにいたのが、それが吉岡さん。偶然組だった。はー。そして今回の呪いも電話帳が感染源なんだと思う。電話帳に入っていなければ名前をつぶやくことはできない。だから僕の名前をつぶやくことができない。ねえ、連絡も書いてなかったもんね。僕だけ演劇部の連絡網に電話番号を記入してなかったからね。これ友達いないやつ大勝利じゃん。一見すると僕に吉岡小弓を連れてこないとつぶやくぞと脅しをかけたように見えるけど、そうじゃなかったんだ。この病院に吉岡さんを連れてきた時点で、僕は用済みなはず。逆に吉岡さんを連れて逃げ回っている僕はあなたにとって相当邪魔な存在だった。二階堂がウルトラ主人公だったわけだ。それなのに あなたは僕の名前をつぶやかなかった。つぶやけなかったなんだね、これが。いや、つぶやけなかった。セリフかぶったんだけど。さあもう終わりだろ。はあ。その携帯電話と一緒に警察に行ってもらう。まだ終わりじゃない。なんだ。確かに二階堂、あんたの言う通りに私はあんたの名前をつぶやくことができないわ。ねえ、でも吉岡小弓、そこの女の名前はつぶやくことができる。でも呪い解いたじゃん。半年前の事件で萩原由衣の携帯電話にはつぶやかれた人間の電話番号が登録されていた。当然吉岡小弓、あんたの電話番号も登録されてる。な、やめろ。僕は草薙に向かって走り出した。携帯電話を奪ってしまえばつぶやくことはできない。普通の女子生徒だもんね。うん、そんな身体能力もないでしょ。ちょっと病んでるけど。みんなに追われて恐怖に怯えて苦しませて殺したかったけど仕方ないわよね。やめろ。ごめん、私機種変したの。何？拳銃？何が起こったのか。一発の銃声とともに草薙理恵の胸部から出血。え？いや、俺も A だよ。
草薙理恵は地面から崩れ落ちた。手にした携帯電話が転げ落ちていく。ダメじゃないか。あら、まったく。あれほど吉岡小由美の名前をつぶやいてはいけないと言ったのに。何こいつ、お前何。後ろを振り返るとあろうことが、さつき橋国立病院であった医師の芹沢がいた。なぜこの場に芹沢が。大事なものを失うところだったじゃないか。いやいやいや、こいつもしかしてロリコン。芹沢の右手には拳銃が握られていた。そして左手で清水くんの服の首元を掴んでいる。清水くん、おっと動くな。はい。芹沢は清水くんを押し飛ばすと、拳銃を僕の方に向けながら前進する。そのまま草薙理恵が落とした携帯電話を拾い上げるとポケットにしまった。首元ないやんっていう、ちょっとそういうしつこいなしですよ。この携帯がお釈迦になったらどうするつもりだったんだ。セリサは怒り狂って何度も草薙理恵の腹部を蹴る。そのために胸部の傷口から大量の出血。 やめろ。ああ無駄だよ。肺を貫いて、こいつは死ぬんだよ。あ、医者って怖え。草薙理恵は苦しそうにもだえている。必死で息を吸い込もうとしている。さて、君たちはちょっと見てしまったね。誰も言いません。信じてください。二階堂君の推理通り、君の電話番号を知らないと君の名前をつぶやくことはできないんだが。だが。そう言うと、セリサはポケットから携帯電話を取り出した。あの携帯電話は清水くんの携帯。やばい。すまん、取られてしもうた。あるじゃないか。おお、あるじゃないか。二階堂くんの電話番号。あー、で、友達だからね、俺たち。しまった。僕は今日清水くんに電話をかけた。やめろ。やめて。動くなって言ってるだろうが。くそ。さて二階堂くん、君にいいものをプレゼントしよう。え？ああ、つぶやかれた。つぶやかれちゃった。嘘、スペース入ってねえわ。この世が終わったような顔をしているな。なんで、なんでこんなことするんだよ。まあ、おいおいわかることだ。草薙理恵とはどういう関係なんだ。こいつか。考えてもみろ、高校生一人の力で別人と入れ替わるなんてことができると思うか。無理だろうな。手伝ってやったのさ、哀れなもんだよ。手術室で自分の顔を剃り落としてやがったんだからな。ビビるよな、そりゃ。そしてこいつの復讐が、ね、呪いの試運転をしたってところだ。試運転。ちょっと口が滑ったか。まあ、これで終わらない。なんだよ、呪いの試運転って。じゃあな、バイバイ。バイバイじゃねえよ。ああ、そうだ。草薙リーの持ってた携帯電話を取り出した。すっかり忘れていたよ。え、清水くん、君も殺しておかないとな。もうこれってさ、死ぬんだったら二人がかりで襲いかかった方が良くないっていう。まあね、友達を裏切っておけば命は助かったかもしれないのに。裏切れるかボケ。清水くんのつぶやきにも全角スペースを入れていたのは清水くんを裏切らせる。いいやつだな、清水って。ああ、もっとも俺の案じゃなくてそこの女の考えだな。ねえ、お前とこいつは同じ1年生で仲がいいだろう。もしかしたら電話番号を入手電話番号ぐらい頑張ったら入手できんじゃねえの。
ねえ。でも清水くんは裏切らない。清水最強だから大丈夫だって。感謝した方がいいんじゃないか。なかなかこんな友人。なあ。お目にかかれないぞ。清水くん。ありがとう。まあ、ずっともだよ。裏切ったところで結局は殺してたけどな。肩なんて治るわけがない。めんどくせえこいつ、ぶち殺しやろうぜ。お前ゴミクズじゃん。なんだよその目は。本気で治せると思ってたのか。くそくそというわけだなあ。二人仲良く死んでくれ。あ、つぶやかれちゃった。え、じゃあこれで草薙とあいつを殺すっていう。てか、なんであれだよ、小弓はダメなんだろう。やっぱ呪い一回解いちゃってるからかな。あ、ダメだ。なんてことするんだよ。いやじゃあな、せいぜい明日は有効に過ごすといい。そのま、そして芹沢は立ち立ってしまった。教えてくれ、あいつは何をしようとしてるんだ。嘘やん。パライソー。パライソー。トール。トール。パライソって何なんだ、答えてくれ。トール教えてくれ。死んじゃった。くそ、一発殴っとこうぜ。さあこれで D ちゃんは死んだ。その後僕たちは警察に保護された。洗いざらい説明したが、やはり進展はないね。これまでの犠牲者もね、今回の犠牲者も自ら命を絶ってるように見える。それが警察の重い腰を上げるための足かせになってる。でも草薙理恵が銃で撃たれたっていうのは確実じゃん。そう、唯一自殺と判断された草薙理恵に関しては芹沢が殺したと話した。芹沢は行方をくらませているようで、警察は足取りを追ってくれているようだ。二階堂、おっす。もう演劇部員、新入部員しかいねえんだけど。本当みんな死んだんだな。うん、演劇部で残ってるのは僕と清水くんだけです。先生残っててよかった。そうか、でも僕と清水くんも明日には死ぬかもしれません。なんだって。僕もつぶやかれました。明日の19時35分までになんとかしないと。今分かってるのは、芹沢という外科医が草薙理恵と共謀し呪いをばらまいていたということだけです。去年の9月に亡くなったあの草薙か。彼女は死んでいなかった。宮野幸葉と名乗って入れ替わっていたっていう。小南さんどうなったのか。小南さんは、あれだよ。あ、ちょっと待って、塩田ってやつが、芹沢に雇われたプログラマーで、ねえ、用なしになったとこ捨てられて、名前つぶやかれたってやつだ。はい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 。解除する方法はないっていうね、行動、そういう記述は。ね。で、それをチェックしてた、小南さんは、芹沢に後ろから物理で殴られて、やったってやつ？そういうことやろうな。明日までになんとかしねえと僕は、僕たちは。どうなんでしょう、先生気づいてほしいよな、ほんと。塩田ってやつ超有能じゃん。え、ちょ、待って待って待って。僕と、清水くん、そして吉岡さんは、ねえ、西大寺先生の運転する車に乗り込んで、西大寺先生の自宅へやってきた。ちょっと待ってみんな。これ女教師の、ねえ、しかも若い女性の教師の家とか行ってみたいんだけど。ここなら落ち着いて話せるだろう。散らかってるけど気にすんな。ねえ。なあ。先生の家、俺も行きたいって。俺も行きたいよな。みんな行きたいよな、ほんと。で、どうしたものか。パソコン使わせてほしいんですけど。あ、いいぞ。ね、パソコンデスクですね。
別の場所のようだ。いくつものディスプレイとパソコン、デスクトップパソコンの本体、配線が幾多に伸びて足の踏み場に困る。何台置いてるんですか、パソコン。6台置いてる。何してんの？パソコン作るの趣味で自作サーバー機なんかも置いてんだ。ああね。とりあえずこれ使えよ。奥のデスクトップパソコン。指差した。これ結婚できねえな。情報の先生だ、これ。電源は入ってたのでね、触るとスクリーンセーバーから画面が移行した。ブラウザソフトを起動させて検索する。パライソ。何パライソって。おい、これちゃうか？何パライソって。宗教法人。パライソ。宗教か。そうか。そっち？ねえ、暗い牢屋の中で私は考えを凝らす。一体ここに監禁されてから何日経ったろうか。これ小南さんですね、多分。小南さん、気分はどうです？だんまりか。半年前の事件に関わったあなたからいろいろお話が聞けるかと思ってましたけど、何も出てきませんでしたね。何をしようとしてるの？モノログの死の予告。あれはいい。肌から見れば自殺に見えるところがね。半年前に吉岡くんが元凶の携帯電話を壊したはずなのに、なんで？その壊れた携帯電話どこへ行ったと思います？まさか。あ、壊れた携帯電話を解析したってこと？無理じゃないの？ここにいたら殺される、出ないと。何、脱出ゲーム始まんの？私を閉じ込めている牢屋の扉は古びた軟禁所で施錠されてる。私は何日間かでこっそり軟禁所で衝撃に与え続け、壊すに至った。逃げるタイミングだが、悠長にしてる時間はない。逃げよう。軟禁所は力を少し加えただけで、施錠部分が外れた。やべえ。牢屋の外に出る。緊張で息苦しくなる。なんとか逃げ出さないと。逃走中。何ここ。廊下を出て建物の中を進んでいくと、セリさんの声が聞こえた。誰かと会話してるようだ。そっと聞き耳を立てた。ねえ、大間教祖。おー、セリザワくん、セーブしとけって。オッケー。何、宗教で絡んできたって。ダメだって。俺いつもね、言ってるじゃん、実況中に。ねえ、絶対、あの、実況中に宗教の話と AKB の話と、あとなんだっけ、政治の話が、やっちゃいけねえって。ね、今、キンキに触れてるからね、みんな。もう俺、ビクビクしてるからね、ほんと。うん。ねえ、いや、野球はいいや、俺は。うん。影プロもダメな。うん。草薙理恵による呪いの終点ですが、うまくいきました。そうか。最初に話を聞いたときには、ね、にわか信じられない話だったが、君を信用してみてよかったよ。これでこの携帯電話の実用性は問題ないでしょう。ありがとう。約束の報酬は口座振り込めばよろしいかな？ええ。興味本位ですが、大間教祖はこれをどう使うつもりで？なに？簡単なことだ。破壊と人の死は金を生む。信仰心は金にならないと？それももちろん金になる。さあ、渡してくれ。あー、そうだ。今、3人の名前つぶやいた状態になってます。3人？ 2 人は、さつき橋高校の男子生徒。もう1人は、私がずっと殺したかった男ですよ。あ、察し。あー、君の父親か。あ、父親なの？あ、全然ちゃうやん。教祖さんは死ぬかと思ったら。この計画を持ちかけたようなものですから。そこまで父親を憎むとは。まあいいじゃないですか。私が言いたいのは、今3人の名前つぶやいているので気をつけてください。わかっている。エラーはご法度ですからね。あ、君の目的を保護にはしない。さあ、それを。大間教祖。ん？私の目的なんですがね。話戻ったね。君の父親を殺すことか？それよりも大きな目標ができまして。大きな目標？ええ。あ、
ぐはー、物理で、こういうことです。どういうことつもりだ。はじめはね、親父を殺せばいいと思ってましたよ。でももったいないじゃないですか。なんだと？信仰心の強い信者を多数抱えた宗教団体、自由に人を殺すことができる携帯電話、両方ともとっても魅力的だと思いませんか？ふざけんな。大間教祖、さよなら。あっこれは？騒ぐな。いいか、大間教祖は今日から行方不明だ。な、このことを誰かに言ってみる。死ぬことになるぞ。何？心配するな、俺が代わりに舵を取ってやる。萩原のユイの携帯電話って調べる必要があるわね。やべえなこれ。しばらく廊下を進むと、豪華な館内にふさわしくない殺風景な部屋を見つけた。パソコンが数台置かれて、いくつもの資料と本が山積みになってる。あ、ここがあれじゃね、作業部屋じゃね、解析部屋。何ここ。パソコンに置かれた資料を手に取った。呪いを発信していた携帯電話について、芹沢レイジが提案する呪いを発信する携帯電話について、昨年9月に連続して起こった自殺騒動との関連性を確認。当初、当開発チームは破壊された萩原由衣の携帯電話を入手、復元し、呪いの潜伏期間を1日まで短縮することに成功した。呪いをシステム化したってことだよね、これ。すげえよな。携帯電話を悪用している。ふとデスクの方に視線を落とすと、ね、紙封筒を見つけた。宗教法人パライソとか印字されてる。大間教祖って言ってたし、宗教団体が関与してるのかしら。手がかり手がかり。すると電源の入ったパソコンを見つけた。起動したままね。勝手に見たらまた嫌な目に遭いそうだけどね、見ちゃう見ちゃう。パソコンのデータを見ていく。とても容量の大きいホルダーを見つけた。重要そうよね。どうしよう。消しちゃえ消しちゃえ。メールソフトを、え、重たいデータってメールで送れないぞお前。メールを作成し始めた。一式を添付して、何をしてる。あ、ずっと同時に地面を押さえつけられた。重たいって言っても重たくないのかもしれない。私が自由な時間は一瞬だった。そもそも建物から出られていないのだから、最初から自由ではなかったか。再び牢獄の中ね。一度はこの牢獄を脱ぎ出してしまっている相手の心象は最悪だろう。どうしますか。生かしておくわけにはいかないな。そうですか。使おう、これを使うじゃないか。携帯電話を手にした。で、この女から奪った携帯電話は今すぐ取ってきます。やばいって。今の気分は最悪だわ。ねえ、野放しする方がまずいだろう。キーを押していく。あー。メールはね、送信フォルダからデータ消したから、バレることはないんだけど、やべえな、これ。明日が楽しみだろ。芹沢様、なんだ。インターネット上で呪いの噂が広まっており、呪いのつぶやきが拡散されていってますが、いかがいたしましょう。拡散した者たちが明日には死んでしまいますが、放っておけ。もうどうすることもできない。しかし関係ない死者が多数出ることになりますが、自己責任。は？自己責任という言葉がぴったりだと思わないか？安易にディスプレイの前に転がっている出来事を面白がり、得体の知れない情報を発信してしまう愚行。何も見えてはいない。見えていると勝手に思い込み、それを信じてしまい、それにね、すがってしまう。そんな奴が何人死のうが、何の影響もないさ。ね、自己責任。便利な言葉ですね、本当に。いけすねえな、これ。
自由に人の子を殺すことができる。そしてバカな人間も勝手に死んでいく。なんて面白いんだ。ほんと面白い。教育ゲームかよって。確かにな。パライゾっていうのはポルトガル語で楽園か。草薙リーが言ってたことなのかな。一番可能性ちゃう高いんちゃうか。あとは店の名前とかばっかやろ。宗教法人か。なんかかかってきたよ。ねえ、安藤さんから、あ、チーフから来たよ。もしもし。おー、二階堂が小南から連絡があった。え、本当ですか。詳しい話は会ってからにしよう。学校の先生のマンションにいるんですけど、住所教えてくれ。そっちへ行く。来ちゃうのこれ。終わりが見えないぞっていう。ねえ、いやちょっと今俺も終わりどころ今見失ってるから今俺。夜分遅くにすいません。あ、いえ、私ね、情報の先生ですって。あー、ご丁寧にどうも。安藤龍也、夏木橋ローカルテレビ局のチーフディレクターやってますっていう。ねえ、小南さんと連絡取れたんすか。あー、取れたと言っても一方的にメール来ただけだ。あ、結構ある。ちょっとそろそろ終わりどころだな。パソコンありますか。はい、こちらに。あ、持ってきたな、データじゃ。これ挿してもらっていいですか。安藤さんから USB メモリーを受け取った西大寺先生はパソコンにそれを差し込み、マウスを動かした。液晶画面に USB メモリーの入ったデータが表示されていく。そして僕たちは小南さんが送ってきたというデータを見て、宗教法人パライソが関わっていると確信した。パライソだね、やっぱ。うん、なんかすごいもの見てしまいましたね。宗教法人が呪いを発信する携帯電話を復元されて、させて、それを草薙理恵がの復唱がてらテストさせたといったわけが。テストでも自由にやらせすぎじゃないこれ。これもうどうこうできる問題じゃないよね。警察に見せようよ。そいつは無理かもしんねえな。なんでです。このデータの中、パライソって文字が一つも出てねえんだよ。ねえ、パライソに関わってるっていう文面は、小南自身が書いたメール本文にしかねえんだ。ちゃんと説明すれば証拠掴んでくれるかも。うん、草薙の遺言の意味はなかったよ、それは。しゃあねえ。え？証拠を集めて令状を取って家宅捜索して何日かかる。二階堂と清水は明日に死んでしまうんだろ？間に合わねえよ。で、小南さんも死ぬしね。なに？なになに？なになに？なに？モノゴグの通知。あ、小南さんも来てやったか。小南レイさんがもうダメです。うっそー、あいつとちりやがったな。小南さんまで、明日までになんとかするしかねえな俺たちで。先生、お、小南が送ってきたデータでヒントなるものないっすか。あ、そうか、先生情報の先生だからなんとかなるって。見た感じでは、ノートパソコンのキー叩き始めた。あ、これ何？ソースコードか。パソコンとかの命令のやつだね。ソースか。呪いのソースコード。何、呪いのソースコードって。複雑すぎてどこを改良したかわからないが、まあ、プログラムのソースですね。ねえ、見た感じキャッチ文が一切ない。あれ、エラー出た時のやつだね。例外。例外処理がない。あ、じゃあエラー出したらぶっ壊せんじゃん。もうエラー出たらシステムエラー停止ですって、もう動かなくなるから。クソプログラムじゃねえか。誰だこれ作ったやつ。キャッチ文っていうのは、まあ、例外処理だよ、ほんと。ねえ、まあ、この通り。エラーが出たらキャッチ、ね。ね、キャッチのとこ入って、エラーが出たらここの処理を動かしますっていう処理を流すんだけど、それが書いてないってことはもうクソプログラムですね、これ。ねえ。おい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 ！予期せぬエラー。ねえ、ユーザーがパソコンや携帯、ソフトウェアに対して想定範囲外のことをするかもしれない。あ、ちょ待って、つまりこれ、エバラと一緒で、なんか適当にやったらいいんじゃねえの？
エバラがやった重くするって作戦でいいんじゃないの？そういう保険がこのソースコードに一切ないんだよって。ねえ、モノログ落とそうぜ。まあ、こんな呪いが符合してたようなわけわかんないソースコードにキャッチ文つけようっていうのが無茶なのかもしれないけど、保険がない。だからあんなエラーを恐れてたんだよね。え、なに？あ、私だ、ごめん。え、ほのかからだ、もしもし。テレビ見てる？じっちゃん見てみなよ。うちの学校ニュースになってるよ。じっちゃんねるで学校がニュースになってるって。そりゃあな、何人も連続で、あれだもんね。ヤフーのやつは別じゃないのかな？今、インターネット上で話題になっているモノログでの謎のつぶやき。つぶやかれた人間は死ぬという噂が流れている。この高校では、モノログに名前をつぶやかれた生徒たちの死が相次いでいるという。何これ？モザイクかけても知ってる人間からすれば、どの学校が丸分かりだな。やべえじゃん。うちのクラスの子をつぶやかれたんですけど、次の日死んじゃったんですよ。隣のクラスは2人死んだんですけど、そのせいで学校休みになって。怖いですよね。自分がつぶやかれたと思うと怖いです。なお、警察の方では現在捜査中で、現段階で発表できることは何もないとのことです。こういういたずらはインターネット上ではよくあることなんですけど、偶然にも何人かの人間が亡くなったことで、さらに広まってるんでしょうね。先生、モノログのつぶやきなんですが、いたずらとお考えでしょうか？そりゃそうでしょう。名前をつぶやかれたら死ぬなんてありえないでしょう。亡くなった人たちは自殺だという情報が出てるんです。自殺ですか？公にはされてないですけどね。だから他殺とかじゃなくて、ちゃんと個々の死の原因が判明してるんですよ。しかし、モノログで名前をつぶやかれた人間が相次いで自殺するというのは偶然に片付けられるものなんでしょうか？そこは今後の警察の捜査次第でしょうね。丸投げしたぞ。例えば昔から自殺サイトというのがあるんですよ。自殺したい人たちが集まるサイトなのかもなんですけどね。そういった類のものが裏に存在するかもしれません。なるほど。ね。このモノクロのログのつぶやきなんですが、拡散すると自分の本名に代わって拡散されるというんですが、どういったことなんでしょうか？自分の本名に代わってですが、モノログで取り扱っている個人情報の流出だとすると、とんでもないことですね。死の予告をつぶやく文字化けしたアカウントということだけで、十二分に薄気味悪いですが、度胸試しのようなもので、つぶやきを拡散する人たちが多いようですね。やばいよね、これ。みんな死ぬんじゃん、これ。こういった話題性のあるものに食いつく人たち多いでしょうからね。本当に自分の名前に代わって拡散されるのかと、面白がって拡散してるんでしょう。やべえじゃん、これ。死の予告が拡散されてる？あかん、あかん、あかん、あかん。あかん、あかん。あかん、あかん、あかん、あかん。あかん。あかん。あかんってこれ。あかん。あかん。みんな死ぬ。やばいって。面白がってんな。え？今回の時点で何人がつぶやかれて死んでる？かなり死んでんだろ？ヤジウマみたいなのがいっぱい出てきまって広まっちまうのもしょうがねえよ。テレビで大々的に宣伝してしまったんだ。これからもっと増えるぞ。面白半分に拡散されていってるってことは、呪いを拡散してるとも知らねえでな。どうしんだこれ。でもあえてこれ、そう、重くなってぶっ壊れんじゃねえの？うん、ごめん、ちょっと外の空気吸ってくる。そう言うと吉岡さんはベランダへ消えていった。あいつ大丈夫か？ああ。はあ。吉岡さん。二階堂。モノログをサーバー落とすしかないよね、これ。え？何？ごめんって。私と関わらなかったら、あんたは助かったかもしれないのに。お前。それは違うよ。草薙は演劇部全員を殺そうとしてた。ほのかちゃんも死ぬのかな？大丈夫かな？だから僕もどっちにしろつぶやかれていたよ。そうかな？そうだよ。うん。だから吉岡さんのせいじゃないし、
吉岡さんのおかげで今こうして生きてるんだよ。ねえ、それは違うよって。そう、クライマックス推理もしたしね。多分あんたがいなきゃ私は死んでた。そんな、おい、いい雰囲気じゃねえかこれ。はあ、何もできてないな。でもこのゲームの最後の鍵は小弓だろうね。エラーとなるポイントだもんこいつが。何も、お兄ちゃんたちが必死で呪いと戦って私を助けてくれて、それを小南さんが教えてくれて、またあんたに助けられて。ちゃちゃすんなよ。私は何もできてない。最後に活躍すんだろ、お兄ちゃんは悪くないんだってことをみんなに信じてもらうことも呪いを止めることもできてない。ほんと何やってるんだろう。無駄じゃないよ。少なくとも僕たちには伝わってる。吉岡さんのお兄さんたちがしてきたこと、吉岡徹がヒーローだったってこと。いかいの、なんか前作に比べてすげえねえ機能が増えてきますね。機能っていうか規模がすごいでかくなってますよねこれ。やべえぞこれ。泣かないで。ガイド、お願い。私、呪いを止めたい。声優は上手くなってるの、確か。うん。頑張ろう。はい、ということで皆様、ね、ちょうどここでイチャイチャラブラブしたところで、今日は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひともチャンネル登録お願いします。スマホタブレットの方は動画の下のここをタッチ、パソコンの方は動画の下のここをクリックしてね。またツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それではまた次の動画も見てください。じゃあのー。